こんばんは、平井博明です。皆さんやることはもう決まってますか？平井博明のワンラップゴルフ。200ヤードヒッターの方、230ヤードヒッターの方、250ヤード以上ヒッターの方、やること全然違いますからね。やることが違う？うん、やることは違う。どういうこと？例えばじゃあ200ヤードヒッターの方ができること、ドローボール、ストレートボールはできる。230ヤードヒッターの方、ドローボール怪しくなってきます。ストレート打てます。フェードがちょっと打てるようになってきます。260、70ぐらいヒッターの方もうドローは打てません。そうなの？あ、今のクラブじゃね。あ、そうなの？あ、ストレート打てます。フェード抜群です。スライス系飛べば飛ぶほどフェードになってくるの？そう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 。あの今の大型ヘッドと反発係数とクラブ重量とか、まあ、全部含めてだけど、飛べば飛ぶほどドロー系は打てないからね。スピン量が減ってきてるじゃない今のクラブって、うん、でスピン量が減ってくるとドローは打てないわけ。ドロップしちゃう、まあ、チーピン来ちゃうからね。だから変な話、頑張った背伸びしたクラブを使ってるとチーピンしたりするからね。やっぱりスピンがないとダメ。でもドローの方が飛ぶんだよね。ドローの方が飛ぶのは250以内の人。そうなんだ。ああ、飛ぶ人はドローの方が飛ばないからね。あ、そうなの。ああ、ただ全ヒッターに共通してることは球が高い方が飛ぶ、球が低い方が飛ぶっていうコメントあったけど、もう球が高い方が飛ぶ。キャリーだから。キャリーね。滞空時間の問題だからね。だからやることは全然違う。だからやる理論が違うから。それは何ヤードに分かれてるかは分からない、その人のパワーとスペックによるから、うん、ただじゃあ試しにじゃあ平井としよう。平井はヘッドスピード平均44、45だよね。43から46ぐらいまで出るわけだから、44、45として、うん、まあ265キャリーぐらいの人はロフト11度ぐらいは必要だからね。俺今これ 10.5LS を1度寝かしてるから 11.5 度なの、うん、それでちょうどいいからね、うん、これ 10.5 のままだったら捕まらないし上がらない、うん、平井は。だからスピン量だよ、とにかくね。だから変な話、200ヤードから220ヤードぐらいの人はスピン量は2000以上ないとダメだからね、うん、俺が1800とか1000そこらだったじゃない、うん、それだったらもうギリギリだからね。あ、そう、うん、コントロールできるかできないかのギリギリ、うん、それがね、例えば250、60以上になってくると、うん、スピン量を減らしながら、うん、ロフトをつけてこう出玉を高くして、うん、ボーンっていう棒玉を打つのがやっぱこう今主流になってきてるね。スピン量減らすのに、うん、出玉を高くできるんだ。なるんだ。できるできるできる、なんかイメージ湧かないな、もうね。入射を要は低くする。そうなのか、うん、よくあのタレオスイングとかやってるじゃないですか。 だからシャローに入れたい。そうそうそう、だからのレベルが250、60以上ね。もうそれ以上かもしれない。そうだね、うんうん、300とかぐらいの人。変な話、270はギリギリぐらいだからやらなくていいからね。あ、280とか290キャリーで飛んでくると必要、うん、必要になってくる。要はこういう球が出始めるからね。あ、だからもっと抑えなきゃいけない。出玉の角度を、打ち出し角を確保しなきゃいけない。高くしないとロースピンだと落ちちゃうから、うん、それで質問なんだけど、うん、やる理論が変わるっつったじゃん、うん、ドライバーだけフェードなの？ほら、要はロフトがないものに結構寄ってくる、うん、あ、だからアイアンは何だってできるんだよね。そうだよね。スピン量が足らないことがほぼないから、特にショートアイアンなんかは、うんうんうん、だけどフルスイングになった、まあ、例えば女性だったら8番ヤン以上とかね、うん、男性だったら6番ヤン以上とかなってくると、うん、オーバースペックかどうかが分かるから。なるほど。そうするとスピン量が足りなくなるのね。そうすると何が起こるかってさ、距離が変わらなくなるの。ああ、いつも言ってるやつ。そう、何で打ったって、うん、で
理論が変わるっていうのは、例えば200から220の人っていうのはローテーションを強く加えてっていうわけ、ドローを打てるからね、要はヘッドスピードが遅ければ反発も低いわけじゃない、そうするとコントロールがしやすいしフェースに乗りやすいからこうガバーンってこうやってドローが打ちやすいんだけど、結局くっついてる時間が短ければスライス系になるわけ、球がドロップして滑るから、要は動きでやると200から220の人ってこうやってやっていいのよ、こうやって、こういうローテーション加えてって打っていいんだけど、例えば300近い人ってこうやって打つから、なるほどね、そうこれ俺よくやってるじゃん、でパワーフェードの巻きでもやってるし、左脇の重要性ってやつでもやってるんだけど、左脇を締めて左腕を胸で動かす動きで打つからね、要はこういうローテーションで打つからね、こうじゃなくてそういう動きが入ってくる、なるほどね、だからやることは全く変わるからね、何々理論とかそういうの言ってる場合じゃない自分が今どこに当てはまるかでやるものが決まるっていう、打ち方違うってこと？打ち方違うね、基本的にもうそもそもが違う、そうなんだ、大変だね、大変大変、自分が本当どれぐらいのパワーでどれぐらいのヘッドスピードでどれぐらいの飛距離を打つかをまず知らなきゃいけないんだけど、その答えが出る前に何のスペックを使ってるかでその答えが出るから、そうだから自分に本当に合わないスペック使ってたらその正しいデータっていうか正しい答えが出てない、出なくなっちゃう、だからヘッドスピード44.5で 11.5 度ですよってこと、そこまで言えば多分大体わかると思うけど、その合ってないスペックっていうのは例えばそのロフトが立ってる、シャフトが重かっただよね、ヘッドバランスが、ヘビー級、そうすると触れないから、とかスピンが入んないから、そう分かんなくなっちゃうんだ、触れないとこうなってこうするからいつもね、そうだからこうなってこうする人はオーバースペックですよって自分で言ってるから、体がもう悲鳴上げてんのに気づいてあげてっていう、だって超上がる、もうどうしても上がっちゃうクラブだったらさ、こうやって打つじゃん、打つ、なんならこうかぶせに、そうそうそう、浮かせないように打つでしょ、そういうこと、あ、本当だね、上がらないって言ってんだから、こうやって自分で、だから上げに行って、そうオーバースペックですよって何回も何発知らせてくれてんのか気づかない、気づかないんだよ、使いたいから、変な話、絶対上がるレディースクラブを男性の方がね、打ったら絶対抑え込みに行くと思うんだよね、ターフ取れると思うんだよね、打ち込めると思うの、ダウンブロー打てると思うの、ってことはなるんだよね、まあ、でもね気持ちはね分からんではなくて、俺走ってるじゃん、カーボン入った靴履きたいのね、ソールに、そうカーボンプレートが入ったランニングシューズってあるんだけど、いくらぐらいする俺カーボンって敏感で高いってもう分かる、いやでもね、まず、一般的な、ランニングシューズ、中の上から上の下ぐらいのランニングシューズっていくらぐらいなの、2万ぐらい、大体その一番最初にじゃあ誰でも合いますよみたいな入門編のランニングシューズってナイキのペガサスとかがそうなんだけど、あれで1万5、6千じゃないかな、っていうかするね、もうちょっとすんのかな、でもそんぐらい、だけど安いのだったらカーボン入りでも2万ぐらいで買える、やっぱそこそこいいやつでカーボン入りっていくらぐらい、3万とかする、靴じゃないね靴じゃない、でも俺持ってない3万のは、あの俺のスピードじゃ履きこなせない、マジ、履きこなせ、履いてみたいんだけど、ね、履いたことないんだよ、怖くて履けない、あの買えないじゃん3万円で買って履いたけど、全然体ブレブレで走りませんでしたってなったらもったいないから、怖くて買えてないんだけど、なるほどね、だからやっぱだそれで例えばじゃあトール君買っちゃった、で他にトール君いっぱいシューズ持ってるけど、そのカーボン入りしか持ってない、したら、合わなくても履くもんね、履くし、かっこいいからやっぱ履きたいんだよね、履きこなせなくても、なるほどなるほどなるほど、そういうのがクラブにもあるんじゃないかってことね、そうだってマラソン
のねレースに出たりしたら、うん、スタートラインに立って走り出すまでは靴見てうわマジあれ履いてんじゃんってなるからね。あそうなんだ。ほらランニングシューズみんな好きだからさ、あ、まあ、そんなにジロジロ見たりはしないけど、はいはいはい、あれ履いてんだってなるなるんだけど、うん、走り始めちゃったらバレちゃうから。あなるほどね。スピードでバレちゃうでしょ打ち始めたら。そうバレちゃう。なるほど。あ遅いとか速いとかバレちゃう。はい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 。なるほどね。結局速い人は何履いても速いから。あそうなの、ね、うん、そうだねそうだねっていうか結局自分の足がどれだけ鍛えられてるかじゃない、はいはい、まあそうだね。プラスちょっとその少し助力があるだけで、うん、変な話、うん、俺もレディースクラブで打てますけど、うん、よく言うわけじゃないけどそれも技術あってのことだと思うのよ。あ、うん、誰もが誰もレディースクラブを打って楽だからバチーンってほらね楽でしょってわけでは俺はもちろんないと思うのね、うんうん、ある程度戻せることができたりとかしっかりフェースをねターゲット方向にアジャストできる人じゃないと、うん、いくら優しいクラブ使ったって、うん、こういう動きをしてる人にこうなりますかって言ったってならないと思うんだよね、うんうんうん、だからじゃあそもそも何って言ったら、うん、そもそもの体を変えていかなきゃいけない、うん、動きをね、うんうん、そういうものが前提としてあって、うん、それには分けられてますよ、うん、スピードとパワーによってやることが分けられてますよっていうことなんだよね、うんうん、すごいあるね。まあ、だから使いたい気持ちは分かる。なるほどね。使いたくなっちゃうやっぱり、うん、いいやつ、うん、使いこなせるかどうか別にしてね、うんうんうん、でも例えばじゃあモデルはモデルで、うん、その難易度そのハードとミドルとイージーとあるわけじゃない、うんうん、そしたらその欲しいモデルの一番イージー側を使ったらいいよね、うん、あそうだね、うん、だからこれなんか一番イージー側だと思うの 10.5 度、うんうんうん、LS って書いてあるけど、うんまあ、こっちにカートリッジが付いてる方の LS じゃない方の 10.5 度で普通の純正のシャフト、うん、で全然十分だし、うん、だそれで使ってみると同じモデルで、うん優しくて打てるかもしれないしね、うんうんうん、プロと同じロフトがいいって言うんだったら俺はもう知らないもうそこまではもう分からない。まあそれはでもね、はい、使いたくて使ってんだから例えばそれ使ってる時ともっと優しいクラブでスコア出しに行く時と分けたらいいかもしれない、うん、ああ確かに確かに使う魅力ってあるもんね。そう例えば松山くんがさ8の TX 入れてるわけじゃない、うんうん、8の TX の 9.5LS の状態で、うんうんうんどんなもんなのか所有してみたい。そういうのも俺も分かるんだよね、うんうん、だそういうのはそういうので、うん、楽しむ方のスペックとして、うんそうだねうん、使ってあげて、うん、やってあげていいよね、うん、それをねあのガチで使おうってなっちゃうと、うん、使いこなせないかもねって話で、うんうん、そう、まあ、マスターズ1位だからねあの人はねそれはそうですだからまあ自分がやりたい理論だったり使いたい道具ってもちろんある、うん、あるし、うん、その気持ちも本当によくわかる、うん、ゴルフのそれも楽しさだからね、うんうん、だけどスコアを気にして上を目指して自分のレベルを上げたいんだったら、うん、そういうところも見直さなきゃいけないですよっていうことだよね、うんうん、それを再確認していただきたい動画なんです、うん、そうだから今やってることがあってようがあってなかろうが、うん、それは全然いいんですけど、うん数字にこだわるスコアねにこだわるんだったらそれの見直しをしていただきたいっていう動画です。でも俺イチローが履いてるロングタイツ履きたいんだよね、うん、ワコール。そう、うん、あれイチローが履いてるやつだけど履いていいからイチローのモデルやんなよランニングの時やってよ、ね、あれすごいんだから、うん、締め付けがりょうくんも確かワコールじゃなかったなインナーあれいいみたいなね。イチローが入ってるからね。今どうか分かんないけど前はね契約してたと思うよ。あそうなんだ、うん、俺には履きこなせないかもしれないけどスキンズとか結構有名よね。有名スキンズプロゴルファーは契約してなくても自分で買う選手めちゃくちゃ多いからね。そうなんだ。今新しく来てるのでオーストラリアかなんかので2タイムズ U っていう、うん、そのコンプレッション系のウェア出してるのとかも流行ってる。あそうなんだ、うんそれはねマラソン選手がめちゃくちゃ入ってる。へえ。やっぱインナーって履いた方がいい。いやそれはねなんか賛否あるね。あそうなんだ、う
アフターケアで、あ、そうそうそう、リカバリーで、ね、リカバリーで、うんうん、履く人いるよね。そうだね。まあ本当そういう年になってきましたね。本当にそういうの考えないかったけどね。まあでもそういうケアも大事ですよね。そうだね。うん、なんでまああのちょっと今自分のスイングスピードとかですね、パワーに比例する理論っていうのをいろいろ探してやっていただけたらと思います。やっぱスピン量なんかがすごく重要なんですよね。で前ひろゆきがちょっと言ってたんですけど、女子のトップ選手の7番アイアンのヘッドスピードが36ぐらいらしいんですよ。でその7番アイアンのヘッドスピード36のほぼほぼ適正なクラブってシャフトって90グラムから95グラムぐらいのウェイトの R なんだって。 R なの？あ、何人いるかな。何人いるかな。だからああいう正確性のあるショットが打てるんですが、平気で S200 とかいるでしょ、うん、俺がだいたい39なのよ、うん、から40ぐらい、うん、7番や、うん、で105の S ね。だから多分適正ぐらいじゃないかなと思うんだけど、まあちょっとオーバーかなとも思うけどね、うん、だけどまあ7番アイアンのヘッドスピードってなかなか測る機会ないと思うんで、ちょっとショップ行って測定するマシンがあれば測っていただいて、で35って出たら850の R でもいいですよね、うん、まあ950の R でもいいですけど、本当変わりますよアイアンが。やっぱスピン量が足らないとグリーンに止まんないんで、その辺も見直しをぜひしてみてください。今回はですね、ヘッドスピード打つ距離によってやる理論が変わりますよっていう動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。